どうも、じゅんです。今回は iPhone の数ある、便利機能の中から実際に僕が使ってきて今でも生き残っているめちゃくちゃ有能な便利機能を紹介したいと思います。今まで昔からあるものの中から実際に選んできたので、もしかしたら知ってる方も多いと思うんですけど、そこは許してください。はい、それでは紹介していきます。まず iPhone の便利機能一つ目は画面録画ですね。名前の通りなんですけど、 iPhone の画面をそのまま録画してフォトに保存することができます。はい、やり方なんですけど、これはコントロールセンターにこのように配置をすることで画面録画が可能になります。まず設定を開いて、はい、そしてこのコントロールセンターでさっきのこの中を編集することができます。でこのマイナスがついている方はすでに設置されているもので、このプラスの方は追加ができる項目となります。で僕はもう追加してしまったので、もう上の方に入っているんですけど、元は例えばこのボイスメモのように下に設置されているので、これをプラスを押すと上に追加されます。そうするとこのコントロールセンターで選択ができるようになるので、ぜひ試してみてください。はい、そしてまあこれは結構有名なんで知ってる方も多かったと思うんですけど、次に紹介する音声機能ですね、音声の録画はあんまり知らない方も多いと思います。この録画、この左下の僕の場合左下のこのアイコンを長押ししてもらうとこのような画面が出ます。でこれでマイクをオンにすると、この今喋っている僕の声も画面録画と一緒に保存することができます。動画ゲーム実況とか解説にも使えるので、まあこれは結構便利な機能です。そして iPhone の便利機能2つ目はアプリを終了できるタイマーです。まあ、これはほとんど寝るときにしか使わないんですけど、まあ、寝落ちした後に勝手に自動でアプリを終了してくれる機能です。僕が使うときは大体 YouTube か音楽系アプリなので使用しています。これは簡単で、例えばですけど、はい、何か、音楽を聴いていたとして、でこの状態でタイマーをアプリを起動してもらって、例えば2時間後に切りたい時にこのようにして開始を押す、そしてまた戻ってもらって再生する。でこのままこのように置いて、まあ、2時間後に勝手に切れるような設定ができます。まあ、これを知らなかった時は、まあ、毎日のように寝落ちしてそのまま朝まで再生しっぱなしっていうのが結構ありました。まあ、でもこれ知ることによって、まあ、結構便利に使えています。はい、iPhone の便利機能3つ目は、カメラ録音アプリが起動されている時に右上に、緑かオレンジのマークが表示されるようになりました。これは便利機能というよりは盗撮とか盗聴防止に役立つので、ぜひ覚えてみておいてください。この機能は iOS14 から搭載された機能なので、自分の iPhone が、iOS14 以上か確認してから試すようにしてみてください。実際に画面を見て説明するんですけど、例えばこのようにカメラを起動すると、右上に緑のマークが点があると思うんですけど、緑はカメラの起動のサインです。そして音声アプリはオレンジとなります。なのでもし普通に iPhone 使っていて、もしこの緑とかオレンジのマークが出た際は、このようにコントロールセンターを開くと、何のアプリで
カメラあるいは音声アプリが起動されているかを見ることができるので、もし耳覚えのないアプリなどが開かれていた場合は、まあ、探してすぐ削除するようにしてみてください。はい、iPhone の便利機能4つ目は背面タップです。まあ、名前の通りなんですけど、 iPhone のこの背面をタップするだけで自分の設定したジェスチャーを行うことができます。これはこのようにケースをした状態でも反応するので、まあ、設定しておいても損はないと思います。設定方法ですが、設定、アクセシビリティ、そしてタッチで、下の方に行くと背面タップというのがあるので、まあ元はここはなしというようになっているので、ここで自分の好きなジェスチャーを追加してみてください。ダブルタップとトリプルタップ2つで設定することができます。僕の場合はダブルタップで画面ロック、実際にやってみるんですけど、このように画面をロックすることができます。トリプルタップでコントロールセンターを起動することができます。こんな感じですね。まあまあよくは使わないんですけど、まあ、たまに使うこともあるので、ぜひ設定してみてください。そして、5つ目、 iPhone の便利機能5つ目はユーザー辞書という機能です。これはもしやってない人がいたらぜひやってみてほしいんですけど、自分の好きな単語やキーワードを登録することができます。例えば人の名前で漢字を送ろうとした時に、少し難しい漢字だとこうなかなか変換されなかったりすると思うんですけど、事前にその漢字を登録しておくことによって、その名前で入力した時に勝手にその漢字が出るといった機能です。他にも僕はこれは実際に使ってるんですけど、アドレスと入力しただけで自分のアドレスが勝手に出てくるというものを使っています。これめちゃくちゃ便利です。はい、実際の設定方法なんですけど、はい、設定で一般キーボード、そしてユーザー辞書に進むと、ここで設定画面が出ます。で、例えばアドレスを追加してみるんですけど、例えばこういうアドレスがあったとして、そして メールという言葉を打つと、このアドレスが出るようにするという設定はこれで大丈夫です。実際にやってみると、メールと打つと先ほどのアドレスが勝手に表示されます。結構ログイン時とかにアドレスを使うときって多いと思うんですけど、これを入力しておくことによって、簡単に 2,3 文字打つだけでメールを表示することが可能になるので、ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。他にも iPhone は便利機能がたくさんあるので、これからも動画にして紹介していきたいと思います。この動画が参考になったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。